皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。前回に続きまして、今回も荻谷さんをお招きし、 VR の舞台裏をお届けしてまいります。今回紹介するのはこちらです。明治安田生命 J1 リーグ第2節、横浜 F マリノス対サンフレッチェ広島のシーンです。ではそのシーンをまず実際の試合映像からご覧ください。こちらです。ですかね、今村主審にかなり食いついて言葉をかけました。ジュニオルサントスボールロスト、その背中で中川、中に振動を取ったのないよう、よく戻りましたジュニオルサントス。すごい。岩田ですか、倒れましたね。はい、まあ、パワーといいますか馬力もありますしね、思いっきりここ行きましたけど、でもそこまで当たってないかなと。どうですかね。あ、これが、あ、これは腕ですか、腕は胸ですか。あ、確認してますね。そうですね。お、レビューしますね。松原のハンドがあったか否かをレビューするようです。これですね。そうですね、はい、ただその前から松原手を何時か上げてたと思うんですよ、はいはい、でその流れのところからだったと思うんで、まあ、体を不自然に大きくしないかっていうところは一つポイントかなとは思いますけど、はい、まあ、彼はここで上げたんですよね、はいはい、この意図がよくわからないですけど、ここから見てても、その自分が最初に上げたって何かがあったんで上げたと、その時に下ろそうとした時にこう当たったような感じにも見えますから、はい、まあ、体を自然に大きくして手に当てた場合はハンドを取られるというふうに記載されていますが、どうジャッジされるでしょうか。うん、さあ確認が終わりました。ペナルティーを取ります。松原のハンド、 VAR の指摘によって松原のハンドを取りました。今村主審、首をひねったポステコグルー監督。レビューの時間もありましたので、時計の針は優にプラス7分以上過ぎています。肘に当たったという感じだと思いますが、そうですね、はい、まあ、なぜか知らないですけど、あの時にこうその前のプレーで上げてたんですよね、はい、なんかのアピールだったのかもしれないですし。さあ今日の先制のスコアラー、あ、違う、ジュニオルサントスではない、ドグラスビエラですね。ドグラスビエラにキックが変わります。今日のゴールはここまで全てセットプレーですからね。あ、そうですね、はい、ちょっと帯も前に出て駆け引きします。帯の背中を押す太鼓の音です。長く助走を取りましたドグラス・ビエイラ。おっと、触
りましたが、ドグラス・ビエラの球の勢いが勝りました。これ荻谷さん、このシーンなんですけども、なぜこれを紹介することにしたのかっていうのちょっと先に教えていただきたいんですけども、今年度 VAR をスタート本格的に1シーズン通して導入する中で、まあいろんな審判員たちっていうのは本当に悩みながらシーズンに突入しましたし、疑心暗鬼でシーズンに突入した部分もあったのかなというふうに思ってます。その中で、まあ、後ほども紹介されると思いますが、この試合は VR が佐藤隆二さん、はい、で AVR が相良徹さんで、まあ、相良さんも引退されたんですけど、まあ、インストラクターとして VR に関わっていただいていると、うん、で以前この番組で最初の頃に多分同じ試合1個取り上げてると思います。サンフレッチェの得点の時のチェックがすごいんですと、はい、いうようなの取り上げたんですけど、はい、ありましたね。実はこのシーンはですね、本当に何ですかね、審判員全員がいやこれは VAR 大変だなと改めて感じられた場面だったんじゃないかなというふうに思ってますし、うん、我々は、審判員の皆さんが本当に危機感を持って、まあ、危機感を持ってなかったわけじゃないんですけども、さらにしっかりやらなきゃなっていうのを感じられたシーンじゃないのかなというところで今回ご紹介をさせていただきました。でこちらも VR ルームでどのようなチェックが行われていたのかご覧ください。こちらの映像です。1チェック投稿セブルオフサイ、手に当たった騒いでる、手に当たった騒いでる、ない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 、時間ないないない、吉田さん、吉田さん、時間も経過してます、時間も経過してます、吉田さんチェックしてる、吉田さんチェックしてる、ディレイね、ディレイね、待ってね、吉田さんチェックしてる、これアウトだ、オッケーオッケー、手上がってるんだよ、これダメだよ、止める、ストップザゲーム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 、ストップストップストップ、アイリコメンドオンフィードリビュー、ポッシブルハンドボール、待って待って、それやってる、それやってる、それやってる、レビュー、レビュー、それやってます、それやってます、オンフィードレビューね、オンフィードレビュー、それやってます、オンフィードレビュー、オンフィードレビューね、オンフィールド、オンフィールドです、怪我人一応青の27番の手が肩よりも高く上がってて、そこに手がボールが当たってる、チェックして、オンフィールド、オンフィールドレビューね、オンフィールドレビュー、佐藤さん、APP 戻りますか？それ。いや、もう大丈夫、ここ見せて。モニターどの画面でいきますか？これと、ツイッター、はい。トレーナー入れていい？入れといていい？入れていいよ、入れていいよ、入れていいよ。入れていい、入れていい。どう？大丈夫って。2番。大丈夫って言ってる。2番と、これで1番。入れますね。あ、こっちの方が、2と5の方がいいかな。10パス言ってます、言ってます。手線から入れていいって、山本さん。入れていいですよ。トレーナーさん、どうぞ。で、手に当たってるところを、ゆっくり、まずポイントボコンとこにして。行く、はい、じゃあポイントオブコンタクトから行きます、ね、ここでポイントオブコンタクトね、ポイントオブコンタクト、はい、はい、ポイントオブコンタクト、はい、広げてる松原選手ですね、松原選手 50% で流してます。吉野さん聞こえる、聞こえる、聞こえる、27番の肘に当たってるね、オッケー、肘に当たってるね、広げてるね、うん、広げてる、オッケー、了解です、しますね、でカーブなしでいきます。吉野さん、もう一個ね、龍二、最後の、うん、今痛がってる怪我人のタックルも深いんだよ、吉野さん、最後のタックル、うん、判定してる、うん、うん、判定してる、どんな判定した、最後ボールに向かって、ボールに向かって、ちょっと龍二見て、そのそこ出せ、一回モニター閉じます、一番最後の、一番最後の、でもここはでもオンフィールドは出せないから、あ、そっか、出せないか、うん、いい、あ、ごめん、じゃあいいや、うん、いい、 PK 取るならいいや、吉野さん、ごめん、 OK、 了解です、 OK ですね、27ね、カーブなしでいきます、いい、いい、これ乱暴な行為じゃないから、タックルボールには行ってるっていうふうに判断してるから、カーブなしで、もうそれ吉野さんの言葉信じるからね、そうだね、そこはね、うん、判定してればいいんだよね、そうそうそう、で、ハンドね、うん、ハンドね、27番では時間が来てるので、ペナルティーキックで時間を延長するっていう理解でいいですか、大きく、大きく、なんだなんだ、大きく、しょうがない、今のルーレットは通じないです。ボールください、ボールね、あ、そうやね、そうやね、広げてるから、いや、あったあった、
かない、今車内と。うん。出さなきゃダメ。先生、ありがとう。吉野さん、治療に入ったんで、一人出さなきゃいけないね。うん、24番、マリノスの。24出さないといけない。治療、治療を受けた選手。うん。で、4だよね。あっ、怪我したの。もう終わり。これ、止めても終わり。24だよね。はい、入ってまで。うん。24番ちょ、1回出て、地上入ってるし、ごめんね。結果が出たところでまず止めてもらうんで、そこで、そこで、ごめん。あかん、下がろう。手を進めよ。ゴールラインの方に出てます、24番。ゴールライン、僕の方のゴールラインの方に出ました。はいはい、オッケー、ありがとう。ああ、でも、これ、ちょっと嫌な感じが、回ってほしいです。吉野さん、回ってほしいです。今、コーナーぐらい。今、気をつけて。この人、やる気だよね、これね。タッチラインの方に抜けました。本当はね、キーパー OK、飛び出したらダメよ、はい、入った、ゴールした、ゴールした入りました、その流すノーマルスピードで、チェックで終わりです、はい、どうぞどうぞ、 OK、チェックコンプリート、OK、 終わってもらっていいです、前半終了です、はい、という映像なんですけども、こちらの解説お願いします、荻谷さん。フリーキックから、ね、ペナルティーエリアの中でポジブルハンド、まあ、手に当たってるっていうのを映像見ていただければ分かると思います。でレフリーはノーにしました。でそのままプレーを続けさせました、はい、そしたら次にはもう今度逆の方向にマリノスが攻める方向になりましたね、うん、そこで VR もまあ同時にチェックをしてますと、うん、でまず現場としてはその後に結構深いタックルが実は入りましたね、はい、でその後にストップザゲームということで、プレーを止めたというシーンなんですが、はい、これはVR を否定する話ではないので理解いただきたいんですけど、はい、もし VR がなければ、はい、ノーハンドで終わって次の方行って多分また、次のタックル見てもしノーファールだってレフリー判断すれば次のアウトプレーの時にドクターを入れて治療させて普通に外出してプレー再開ということで簡単に終われるじゃないですか、うん、でも最後まで見ていただいてお分かりの通り他の審判員から24番治療でドクター入ってるから外出した方がいいよとか、まずそこも要は VR がこう入ってきたことでいろんなことをやんなきゃいけなくなったなとか、いろんなことがこう気づけなくなった、まあ、その例えばオンフィールドレビューするときにまだ負傷者倒れてるんですよね、フィールドに、うん、今だったらもうすぐドクター入れてっていう作業をしてからオンフィールドレビューに行くのが当然普通じゃないですか、はい、だし、まあ、今だったらもうそれ皆さんできると思うんですよ、レフリーの方たちも、うん、ただ今村さんも経験豊富なレフリーなんですけど初めてオンフィールドレビューをされました、うん、しかもストップザゲームっていうのはそうそう聞く言葉じゃ実はなくて、うん、ストップザゲームっていうのはインプレー中にほぼほぼ、まあ、今回であればほとんどハンドだからプレー止めてオンフィールドレビューしてねっていうことでインプレー中でもプレーを止めてくれっていうことなんですね、うんうん、まあその言葉自体も、まあ、彼自身に聞いたらやっぱ初めてだから、うん、ストップザゲームってなんだっていう風にやっぱりなりますし、で、かたや VAR もハンドがありましたと、レフリーノーって言ってるけど映像で見るとこれ昔のハンドの基準なので今よりもっと厳しかったじゃないですか、はい、少しねルール改正前の、はい、そうしたところで映像的には、まあ、手が広がっててハンドだよねと、うん、でもプレーは止まらないし、でも VR としてはハンドだと思ってるから早くプレーを止めなきゃいけないからストップザゲームをさせたいと、でやってるとそのタックルも起こり、いろんなことが一瞬のうちに起きてしまったんですね、はい、なので APP のチェックも簡単ではなかったし、今だったら APP もちゃんと彼らチェックしてハンドのレコメンドするっていうことをするんだと思うんですけども、実はこの時はやはりまだまだみんながやっぱり VR ってちょっと正直ここまで大変だっていうことを思ってなかったのかなというふうに思いました、うん、まあ、これ今話していいのかあれですけれども、 VR に関わる多くの60人近い方たちの中で、まあ、佐藤さんとか
相良さんっていうのは周りから見ても VR のことをよく知ってるし、何かあれば彼らに聞けばいろんなことを解決してくれるという立ち位置の2人です、はい、でもその2人がやってもこれだけ大半なんだっていうのが初めてみんなが分かったんですね。そうした意味ではすごくいいきっかけになった。やはり緊張感を持ってなかったわけじゃないんだけれども、いやこれは本当大変だなと、うん、みんなが気づける実はシーンということで、ご紹介をさせていただきました。これさ、荻谷さん、このなんだっけ、これ止めるべきだったの？ストップ・ザ・ゲームにするべきじゃねえだろ、これ。そこもまた今いろんなもう議論があるというふうに思いますし、このストップ・ザ・ゲームって本当難しいんですよね、うん、11月の試合でも2回ぐらいあったんですけれども、止めるタイミングも難しいし、やはり本来チェックをちゃんとしてっていうのもありますし、すごく、ただ VAR としてはハンドがあったとありましたよね。で、逆の方向行っちゃったんですよね、プレーが、うん、そうすると今度マリノスが逆に点取っちゃったりすると、例えばそれでマリノス点入れました、うん、でもそうしたらチェックしたらその前のハンドがあってこっちの PK ですってなると、うんうん、まあ印象として大混乱に見えますよね、うん、やっぱりそういうのを避けたいからなんとか早く止めたいっていう心理もあったのは理解、まあ、できるなというふうには思いました。なんですごく難しいシーンだなというふうに思ってます。原さんおっしゃるように、止めなくてもよかったかもしれないっていうのも一つの手だったかもしれないですけど、あれだよね、 VR ってそれは常に起こる可能性がある中で VR っていうかさ、そのサッカーってだからそれをでもあそこで仮にすぐチャンスになるときもし止めちゃって、実はそれはハンドじゃなくてよかったみたいになったら結構それのが取り返してこない。そうなんです。だからそれのがつかないよね。だからあれなんです、ストップザゲームするときっていうのはまあほぼほぼ判定を変えるっていうところの時じゃないと、原さんおっしゃるようにレビューしたら、いやレフリーこんなの取らないよって言ったらそれこそ大変な話になってしまうので、うん、なるほど、まあレフリーとして、まあ、うん、本当難しかったな。そうだな、うんうん、まあだからあのタックルもかなり深くてさ、うん、あれ実は、はい、あれって大怪我してないかなって思っちゃうぐらいなんだけど、言ったように、はい、その怪我のことよりもオンフィールドレビューがもう頭にいっちゃってたんだね、やっぱね当時は。だから、うん、実はこのシーンを使ってその1週間2週間ぐらいみんなでもうリモートでやりました、うん、その時に本当に嬉しかったのは、佐藤さんも相良さんも今村さんもまたここに関わった他の審判員の方たちも本音でいろんなことを言ってくれたんですね。これができなかった、こうすればよかったんじゃないか。やっぱりその彼らみたいな経験者がそういうことを言うと、やっぱりこう周りのね、特に若い方たちっていうのは、あ、これはまずいなっていうふうに多分思っていただいたんじゃないかなっていう意味で、一つのきっかけになる、1年間 VR をやる中できっかけになる場面だったなっていうのは私の中では非常に強く思っています。この試合がやっぱりそういう事象が多かったよね。前はすごく良かったっていう事例も出したけど、はい、確かにあの試合では何度もこうその VR が入ることがあったっていう風になった試合だったし、で大事なのはさ、誰でもミスが、前も言ったけどあってさ、審判だってミスがある、選手はもちろんなんだけど、だからそこでさっき今荻谷さんが言った通り、その佐藤隆二さんとかさ、 FIFA で今やってるわけだよね、うん、FC でもやってる、はい、高田さんはもうワールドカップ何度も出てる、うん、でそういう人たちが本音でやっぱりそういうふうに言える雰囲気、それがやっぱ大事だし、うん、ここはやっぱこうするべきだったとかっていうのをなんか言い訳はしたいじゃん、人間って。いやでもそう思ったんだ、はい、この時はじゃなくて本音でやっぱそう話せる雰囲気っていうのはやっぱ大事なんじゃないかね、うん、本当にそこに関わってから方たちに本当感謝しかなかったですね、うん、私は。だからそれはやっぱり、やっぱりみんなが本気でっていうか、本当にこう本気でやってきたけど、こういう事象が見たときに、一言じゃなかったんだろうね、自分だったらどうかっていうふうに思ったんだと思うんだよ。これだけ難しいことが関わってきて、でそれがやっぱり本音でこうみんなが言ったことによって緊張感が、さっき荻谷さんが言ったようにまた高まって、やっぱ VR 本当に大変だけど、こう冷静にやっぱりやるとこはやんなきゃいけないんだっていう、そういう思いがあって、よく言うあれだな、ピリッとしてみんなまたさらにこう
すごくいい方向で VR をしっかりやっていかなきゃっていうふうに思ったんだろうね。今村さんがやっぱりこの試合でも言われたなあ、あれだけ経験ある今村さんらしくない動きだもんね、うん、いや本当そうなんですよ ね、はい、本当にそうで、普通だったらまず選手が怪我というか傷んでたらやることって我々間違いなくどこかの方入れることじゃないですか、やっぱりそれさえも忘れてしまうぐらい、やっぱりなんか今までにないもんがそうだねあったんだなっていうのを改めて感じましたね。やっぱりまあミスもしちゃいけないのもあるし、時間をできるだけあんまかけないでとか、ここもあったりだとかいろんなことがこうなって、だけどやっぱこれで修正されて、やっぱり優先順位とかさ、やっぱり一番大事なのは選手の怪我の対応だよねとか、多分そこでストップザゲームなんだかどうかももうちょっと冷静に判断するべきだったとか、いろんなことが出てきて、問題がこう出てきて、皆さんもまた整理できて、次の段階に入っていけたのかもしれないね、なんとなくこうそういった意味でこう経験ってやっぱ大きいんだなというふうに改めてこれを伝えてくれることっていうのは大きいなというふうに思いました、まああれだよね、その海外もほらちょっと2年前ぐらいからかね、プレミアとかブンデスとかラリーガとかも入れたけど、こんなもんじゃないの大きさだからねもうこんなのねえ方がいいみたいなぐらいの議論になってたり、なんか そういう面ではまあいろいろ細かいことはあるんだろうけど、Jリーグの中では本当にこううまくいってた方だと思うけどね、これはね、もうそう言って、奈良さんにそう言っていただけると本当に、いやだけど本当ならもう海外の見たらもうかなり揉めたりさ、もうねえ方がいいなみたいな議論になってたのもだいぶあったしね、まあ未だにちょっと3D でもそういうのあるけどね、だから、やっぱりいくつになっどんなやり方してもなくならないんだろうな、そういう不満とか、まあ、そうだと思いますね、って思うんだやっぱね、どっかね、まあ、でも感謝だな、このシーンでやっぱり皆さんがそうやって本音で話してくれて、より改善していこうってなったのは、本当に最初の頃でよかったな。あ、本当そう思います、はい、そう思いました、はい、それがあったからみんなこうまたアップデートっていうか、こう、さらにこうよく変えて改善できたんだろうね。大木さん、さっきのその広島のタックのシーンもあれは大したんだろう、 VR として見なきゃいけない部分ではあるんですか。非常に危険なタックルだったというふうに思ってます。そうした意味ではオンフィールドする可能性というのは高かったのかなというふうに思います。あれもオンフィールドで見なきゃいけなかったシーンということですね、だからあれはさ、大木さんだよね、俺の記憶が正しければ、知識が正しければ、あれ仮にハンドで PK 取ったとしても、その後流れたプレーで、はい、ラフプレーだったら、あれはあれで、レッドだったらレッドは残るんだよね。そうです。なるほど。だから原さんのおっしゃる通り、結構そこら辺をちゃんと、ほら、もうあそこで切れてんだったら、ないじゃんみたいな、嫌な選手いるけど、でもそれは、そういうラフプレーは残るということだよな。あれがドグソーだったら残んない。ラフプレーだから残るんです。うん、難しいです。そうなんですね、はい、うん。残らないっていうのは、もしハンドがあって、その後逆行ってドグソになりましたと。はい、でも、レフリーハンド取りました。はい、そしたら、もうこっちのドグソはなし。あ、そうなんですか。なんだけど、今回はハンドになりました、ハンド、その後、まあ、タックルがありました、ラフプレーとか、イジェルシュなプレーじゃないですか。その場合っていうのは、こっちハンド取ったとしても、このカードっていうのは残る。大木屋さん、視聴者目線なんですけど、ズバリこのシーンで何をすべきだったんですか。まあ、一番はタックルのチェックはほとんどされてません。やっぱりそこは大きいですよね。やっぱりそこももうポジブルレッドにほとんど近いものだったし、今だったらそこもちゃんとしてから全部をチェックしてからで APP のチェックもしてするんだと思いますし、状況によっては主審と VR がもうちょっとコミュニケーション取ってからハンドの判定も決めるってこともあってもいいのかもしれないですよね。なので何がいけなかったとかっていうことではなくて、やっぱりそういうところでどうしても取りこぼしてしまうとか、やっぱり時間に追われることで忘れてしまうっていうのがあるっていうのを改めて考えさせられるシーンだったなというふうには思っています。さっきのちょっと繰り返しになっちゃうんですが、ストップザゲームは、じゃあタックの、まあ、後、タックの後にするべきだったんですか。ストップザゲームをするんであれば、基本的な考え方は、
要はセーフティーゾーンって言われるようなボールが落ち着いている状態ですね。例えばハーフェラインとか、うん、本来であればそういうところで、しなきゃいけないものだというふうに思ってます、うん、例えば本当にもうゴールに入りましたと、でそれが出てきちゃってプレー続いて全部のチェックが終わってもうゴールだってことは分かってる場合はどんな時でもストップザゲームするべきだと思うんですけども、はい、これはこの後にやっぱりレビューもありますから、うん、なかなか本当に難しいだし、でまあ要は今村さんもこう途中でも VAR がディレイだとかいろんなこととインプレ中にずっと言われているんですよね、はいはい、そうするとやっぱりプレーに本当に集中できるかってちょっと難しいと思うんですよ。周りでこういろんなこと言われてて、でもあのタックルちゃんと見に行けるかって言うとなかなか難しいと思って、いろんなことが重なったんですね。もうあれだよ、あのね、これサッカーってやっぱりそういう一つ一つのが全部伝染していくじゃん、はい、そのプレーが。これ例えばこれ広島側から言うと、あの割と激しいタックルになっちゃったのは、うん、このハンドに対してなんかこう審判とかもある程度こうしっかりこう違うでもないし何でもなくて、で多分今村さんはそのいろんなのが来てるから、うん、なんかよくわかんないけどこのバタバタした感があるじゃん、うん、そうするとこういう時によく大怪我ってしやすいんだけど、相手側もだったら行っちゃうぞみたいにガシャって行った時、うん、結構大きな怪我するって意外とそういう時だよね、うん、だからこれがもしハンドってな言われても、いや違うとかって、じゃあさっきの家元さんじゃないけどさ、もう早くどっちでもいいんだけど判断してパッてやって普通にやってればよかったけど、みんながバタバタしてると、うん、その伝染感がそのすごい大変なことが起きちゃう流れになっちゃうんだよね、うん、でそうこれはどっちかというとそれに近いよね、うん、で今村さんもこっちからもうトップだゲームとか言われてからとかって思いながらやってると、うん、こうちゃんと普通だったら見れるそのファールのタックルがやっぱなかなか見れないみたいになっちゃうっていうのを、多分皆さんが後で冷静に見たら判断して、うん、今後やっぱここは修正しなきゃいけないねっていうきっかけになったんだろうね。はい、あの本当にそうだったし、試合終わってすぐ佐藤さんと相良さんからは電話をいただきました。あ、そうなんですか。いただきました。はい、私は VR のシミュレーターのトレーニングかなんかでやったんですね。あので、電話かかってきて、もうすごい大変だったと。やはりこう彼らがそうなるって普通の VR ない試合だとそんなないと思ってます。やっぱり経験もしてるし、いろんなもの。でも VR でやった場がで座って、そういうこうすごい悩みをやっぱ抱えて、でそれをまた素直にそうやって連絡してくれてるのも嬉しかったし、うん、それぐらい彼らでもやっぱ悩むんだなっていうのを分かったのは大きかったなというふうに思いました。あれだよ、いくらトレーニングしても実際の試合でこう起きるシチュエーションってその想像してたのとまた違うことが起きたりとかってさ、そうですね、そういうことってあるじゃない、うん、いやでもそれをまた経験して、うん、まあそれでまたこう修正したり、あの経験積んで、あ、こういう時はこうだねって、優先順位はこうやって、ここではまずこっちの方が大事にしなきゃいけないんだって、多分みんながその共有できたんだよ多分な。だからまあ佐藤隆二とか隆二さんとかさ相良さんとかで良かったんじゃない、その経験が。本当そうなんです。そう、はい、今村さんもやっぱ経験ある人たちだから、それがこう若い人たちがいきなりこれやってさ、はい、もう耐えられなくなっちゃうみたいよりは、彼らが経験したことによってそれを皆さんに共有できたっていうのはすごく大きかったんだろうね、はい、大きかったですね、はい、だからこれを上げてくれたのね、このシーンをね。はい、板垣さんから何かこう、何でしたっけ最初の象徴となるようなシーンをくださいと。そうそうですね、はい、だから最初はあれだな、最初の時はいいやつしか出さなかったな、この試合いやまあ、でもあれはあれで緊張感あったよな。あれはあれで緊張感あったしさ、はい、あの時今でも覚えてるけど、あの相良さんだっけの、もうこれは審判の判断です、尊重しようみたいな、うん、あったじゃん、うん、なあ、うん、あれも印象あったもんな、実は裏では。はい、すみません原さん、はい、いやいやでもいいよ、はい、まあそうやってみんないろんな経験をしてまたこうバージョンアップっていうかさ、良くなっていくもんで、それ選手も全く一緒だよ、うん、選手だって、まあ
もうそういうなんかつまんないミスしちゃったり、なんでだってパニックになった時に、あのなんであんなプレーしちゃったんだろうって、こう一つ一つこうやっぱりこう学んでさ、あの選択していくっていうのは作業は全く一緒だと思うね、あの審判の方と選手もね、うんうん、誰もミスはあるよ、うん、いやこんなことがあったんですね今年。なったんだね、これでみんなピリッと閉まったんだということなんですね。ピリッと閉まるっていうか、もう本当に大変だと思うよな、うんうん、最後にあの VR 一年やってみましたけども、大木屋さん一年やってみて最後いかがでしたか、はい、コメントいただけますか。一年やってみて、やはり、まずは審判員の皆さん、そしてリプレイオペレーターの方たちも含めて VR に入る3人はチームだっていう話をして、やってきたことを実践してくれているように思いました。あの本当にそうした意味では、あ彼らの努力っていうのはすごかったと同時に、やはり、まあ、こういった番組で取り上げていただいたり、またはメディアの方にも取り上げていただいたり、いう中でやはり VR に対する理解が少しでもこう選手やチームの、ね、方たちも理解してくれようとしてたっていうところが本当にありがたいなというふうに思ってます。先ほど原さんが、ね、よかったんじゃないかみたいなことをね、言っていただきましたけど、そんなことも言っていただけるのも本当にありがたいとし嬉しいです。素直に小木屋さんにお願いしたいことがある、うん、来年なんだろう、岩田と京都が、はい、VR やってないじゃん彼ら。あ、そうですね、やってない中でやってきて、はい、まあ、一応ある程度頭にあってもまだまだこう理解がさ、はい、今年の J1 のクラブと比べたら全然違うと思うんだよね、はい、だからその辺をまた、まあ、当然やると思うけど、そうですね、シーズン前に、はい、レクチャーしてもらったり、はい、そういうことは結構ね、始める前我々も随分回ったもんね、全クラブ、はい、J1 ね、はい、でこういう映像も見してこうですよって、こういう時に入るんですよって全部やったけど、あれがやっぱりあの2クラブはもうかなりこう遅れちゃってるから、うん、はい、さっきの審判じゃないけど今度選手とかスタッフたちがやっぱりその経験がまだないから、うん、そこはちゃんとこうレクチャーしてもらって、シーズン前にねやんないといけないなっていうのが、はい、そこはお願いしたいなっていうのはありますかね。まあですからね、また来年に向けてさらにこう質を高められるようにしたいなというふうに思ってます。今回もですね、大木屋さんに来ていただきました。ありがとうございました、大木屋さん。はい、どうもありがとうございました。 J リーグ TV、 毎月 J リーグ TV でテーマを提示して、そのテーマに合ったハッシュタグ J ドリの SNS 投稿を毎週紹介するコーナーです。紹介されたら J リーグ TV ステッカーをプレゼントします。11月12月のテーマは今年の1枚です。今回紹介するのはこちらの投稿です。はい、こちら J3 昇格いわき FC、 J ドリなんですけど、今回この方がハッシュタグ J ドリをつけて投稿されたので、来年から、はい、J リーグ参入ということは決まっていますので、今回は、まあ、今は J リーグではないですけども、来年から参入するいわきを、まあ、いわきか、はい、なるほどね。まあ、なんだろう、こうチームを作ってさ、福島県リーグから上がってきたわけだよね。そうですよね。で、東北リーグ戦ってさ、はい、大したもんだよな。いや、本当に去年の最終戦、はい、宮崎といわきだったんだよね。あ、で、宮崎も昇格が決まってたのかな、はい、で、最終的に他いわきはなんか下の方4位か3位だったら忘れちゃったけどさ、最終的にその試合で宮崎に勝ってたらいわき去年上がれたんだよな。ところがその試合で負けちゃったんだか引き分けちゃったんだかだったんだよ。で、上がれなくて、あと1年もう1回出直してきますって、今年本当にこう上がってきたからね。まあ、でもその1年あと1試合ぐらいのその差だったけど上がれなくてさ、はい、それで一方宮崎は今年最終節前までは首位だった。そうですよね、はい、だからそういう面じゃ今 JFL から上がってくるって本当に大変なことだし、いわきはやっぱりこういろんな思いがあったり、スポンサーの問題とかもいろいろ大変だったりしてるけど、はい、いわきっていうね、遠くの福島の大変な震災を受けて頑張ってきてるからな、楽しみだね、はい、来年ね、うん、
皆さんの投稿お待ちしております。